皆さんこんにちは。新潟から目指せボートレーサーの配信を始めてまいります。司会の荒木美鈴です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ご参加いただくゲストの方を紹介しましょう。リモートにて出演していただきます。まず現役ボートレーサーはこちらの方です。新潟県出身、124期東京支部所属、生田はみね選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生田はみねです。今日は短い時間なんですけど、ボートレースの魅力をたくさん伝えられたらいいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。続いては FM 新潟で人気パーソナリティとして活躍されております斉藤ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。FM 新潟パーソナリティ斉藤ひとみです。リモートという形でのこういったお仕事、実は初めてなのでちょっと緊張していますが、よろしくお願いします。お願いいたします。それでは配信を進めてまいりますが、お二人は新潟県出身ということで、ここからの進行はパーソナリティとしてトーク経験豊富な斉藤さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。私自身が実はこのボートレースっていうものに関しては全くこう初心者なので、ちょっとこういろいろお伺いできたらいいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、新潟出身というところで、まあ、私たち自身は共通点があるというところで、新潟のどこ出身かっていうところまではちょっと伺ってもいいものですか？はい、私は新潟市の江南区出身です。もう大きなショッピングモールがあるあたりですね。そうですね、あそこでめちゃくちゃ遊んでました。もう割とこう周りは田園風景と言いますか。そうですね、はい、自然豊か、はい、そうですよね。よく行ったなっていう場所とかはあるんですか？遊ぶってなったら、電車に乗ってバンダイの方まで遊びに行ったりとかしてました、うん、さすがですね。やっぱり新潟のこう若い方々がお買い物するってなると、やっぱりバンダイっていう風になりますよね。そうですね、もうバンダイがすごい楽しくて、休みの日は友達といつもバンダイで遊んでました。新潟に来たら、これは食べるみたいな、そんなものはあったりしますか？私もラーメンが大好きなんですけど、うん、やっぱどの県の食べても新潟のラーメンめっちゃ美味しいなっていつも思います。こういいのかな、あげちゃってもいいのだろうか。よく行くお店はここですみたいなのってあったりします？どのラーメンがお好きですか？どういうラーメンがお好きですか？そのジャンルによって紹介できるものがあるの？すごい。そうだな、塩ラーメンは好きだな。私も塩ラーメン大好きなんですけど、新潟市にある金さんっていう佐渡の塩ラーメンなんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいんで一回行ってみてください。ちょっとめちゃくちゃいい情報を聞いてしまいました。本当ですか？金さんですね。はい、金さんね、ラーメン大好きで、うん、はい、休みの日新潟帰ったら3日連続とかでお昼にラーメン食べたりします。ちょっとこうこの後もいろいろ聞いていこうかと思っているんですけど、ラーメンを3日間連続で食べるっていう部分は、そのこうレーサーにとってこうやっぱりこう体力面を維持するというか、こう体型を維持するという部分ではかなり難しくないですか？はい、ダメです。ダメです？ダメです？ダメなんですけど、うんうん、そのために開けとくっていう、その開けとくっていうか、レース終わっての楽しみなので、はい、そこはもうめっちゃがっついて食べます。なるほど。ちょっと新潟の人ぜひね、この生田選手が紹介してくれました金さんですね、はい、ぜひよかったら足を運んでみてください、まあ、はい、やはり今回はもう新潟から目指せボートレーサーということなので、生田選手がなぜこのボートレーサーを目指そうと思ったのかとい う本題に入っていきたいんですね。はい、はい、もうこう何度も聞かれてはいると思うんですけれども、生田選手がボートレーサーを目指そうと思ったきっかけ、ぜひ教えてください。
私がボートをしたきっかけは、父が勧めてきたことがきっかけなんですけど、うん、まあ新潟にボートレース場がなかったので、私も小学校6年生ぐらいまで実際のボートレース場でボートを見たことがなくて、ずっと携帯の画面でしか知らなかったんですけど、初めてボートレース場見に行ったのが旅行に行った時に琵琶湖ボートを見に行ったんですけど、はい、そこで新人選手が、初勝利をするところを生で見て、はい、それがすごく印象に残って、で、まあ、最初はこうあんまり興味がなかったんですけど、それを見てからめちゃくちゃかっこいいなって思うようになって、でそれで中学校3年生の時に受験をしてみたのがきっかけです。15歳の時ですよね、まあ、中学卒業して15歳の時に養成所という形に、うん、訓練をにスタートするわけですけれども、親元を離れるみたいな寂しさ、友達から離れる寂しさみたいなのは全く感じない？いや、寂しかったです。うんうん、やっぱみんなは高校に行くんですけど、私だけ、まあ、福岡のしかもめちゃくちゃ遠いところに行かなきゃいけなかったので、1年間連絡も取れないので、そういう意味ではなんかこうなんていうんですかね、もう寂しかったです。寂しかったんですけど、はい、1年間だけって思えたので、はい、頑張れました。養成所での生活ってこうやっぱこれが大変だったな、このトレーニングが大変だったなみたいなのってあるんですか？そうですね、やっぱり1年間通して全部で7回ぐらい試験があるんですけど、はい、それに一個一個全部クリアしていかないと途中で対象になってしまうので、そういう意味では、はい、毎日こう競争で、まあ、勉強にしても整備にしても操縦にしても全部こう点数がつけられて競争だったので、そういう意味ではちょっとこうメンタル的にこう毎日なんか何かに追われてるみたいな状況だったので、そういう意味ではちょっときつかったですね。そうですよね、楽しかったですとは、はい、一番最初には出てこなそうですよね。やっぱ辛かった、きつかったっていうのがどうしても出てしまうと思うんですけれども、うん、でもその共感の評価が実はすごく高かったという情報も得ているんですけれども、やはり高得点での卒業ということで、なんかこう自分がこうそこまでのこうなんていうんですか、なった活力というかその部分は何だったんですか？そうですね、でもやっぱ最初はできなかったことがこうだんだんこうできるようになっていけるっていうこの達成感がすごいあって、うん、初めは全然ボートとか もちろん乗れないんですけど、だんだんこうできるようになって、モンキーターンとかの練習ができるようになってって、こうだんだんこうステップアップしていけるのがすごい楽しかったです。そうですよね、まあ、人間誰しもですけれども、できなかったことができる、一歩前に進めるっていう瞬間ってやっぱりこう嬉しくなりますよね。そうですね。で、まあ、見事卒業されまして、まあ、プロという世界に入ります。でまたこのボートレースという部分にどんなところに魅力を感じていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり経歴というかこのちっちゃい時からやってたとかそういうのがなくても、1年間訓練に行ってみんな同じスタートラインから選手を目指せるっていうところが、まあ、一番魅力だと思いますし、あとはもう男女平等っていうのもあるんですけど、はい、自分の実力次第でどんどんこう上の舞台に行けるのが、はい、すごい、まあ、厳しいんですけどやりがいがある仕事だと思います。お休みの日とかはどのようにされているんですか？そうですね、デビューして、まあ、1年後ぐらいに、まあ、コロナが流行りだして、なかなかこうちょっとこうだんだんちょっとこう余裕ができた時にあんまり遊びに行けてないんですけど、趣味はないんですけど。ないの？うん、ないんですけど、
はい、まあ、やっぱ地方に行くことが多いので最近あの御朱印帳を買いました。あ、いや渋いけどなんか素敵で、あのその土地 の, あの有名な神社とかに行って、はい、まあ、あのレースのこととかをお参りして御朱印をもらうっていうのを最近始めたんですけど、はいはい、結構いろんなところに行けるので楽しいです。あ、これは素敵な趣味じゃないですか。あ、もうこれ趣味ですかね。バッチリ趣味ですよ。まあ今後エクスタ選手 どのようなこうレーサーになっていきたいなというふうに思いですか。そうですね、今はまだ全然あの成績も伴ってなくて、あの、はい、毎日勉強中なんですけど、あのもっと上の舞台で走れるように、目の前の一走一走大事に走って、はい、あのやっぱトップレーサーになれるように頑張ります。もうやはりこう、はい、トップレーサー女子のナンバーワンになるというのがもう生田選手の目標なんですもんね。そうですね、いずれそこを目指して今、うん、はい、頑張ります。ありがとうございました。いや、お二人のトーク楽しく聞かせてもらったんですけれども、あの生田選手のこう、はい、なんだろう、真の強さとそして10代の少女らしさってどちらもこう合わさったようなお話がすごく魅力的でしたよね。はい、ということでゲストのお二人からさまざまなお話伺ってまいりましたが、そろそろ終了のお時間となってしまいました。最後にですね、新潟からボートレーサーを目指している方にお二人から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。それでは斉藤さんからお願いします。はい、あの今回生田選手にあのお話を聞かせていただきまして、やはり性別関係なく実力主義というこのすごく魅力的なスポーツなんだなというのをあの感じました。でやはりこのように生田選手が新潟からこうレース場がないというのに環境にもかかわらず新潟から目指したっていうところにもすごく魅力を感じますし、またこうやって活躍してくれる方が増えるとまたこのボートレースの普及にも新潟からの普及にもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆様この番組を見て興味を持ってくださった方々は新潟からぜひボートレーサーを目指してみてください。私は応援します。ありがとうございます。では生田選手からもお願いします。はい、あのまだ新潟県出身のレーサーが私を含めて3人しかいないんですけど、あのもっともっと新潟の人にボートレースを知ってもらって、あの一緒にレースを走ることを楽しみに私も今からレースを頑張ります。あのぜひ興味があったらあの一度レース場にあの見に来てもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。さあ斉藤さんも生田選手も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。あの斉藤さん、目指せボートレーサー、こちらの動画を配信しているチャンネルではボートレース初心者向けの動画も他にもたくさんアップされておりますので、よかったらそちらもチェックをしてみてください。はい、そして今回ご覧いただきましてボートレーサーという職業に興味を持ったという方は、受験案内の資料を YouTube の概要欄に貼ってありますボートレーサー募集サイト内にある資料請求ボタンからお申し込みいただけます。以上で配信は終了となります。今日のゲストは斉藤ひとみさん、そして生田はみね選手でした。どうもありがとうございました。皆さんまたお会いいたしましょう。さようなら。